しい悪夢を見ているところだったのに起こされてしまいました。今日の恐ろしい物語は良い眠り、十分な休息についてです。長い夢を紹介しましょう。物語は病院での眠れない夜と何か恐ろしいことが起こる予感から始まります。
誰が見ている夢だったのでしょう。続きは発売中の伊藤潤二自選傑作集でお読みください。